皆さんこんにちは、 DJ のアコースティックギター講座です。今回のギター講座はアルペジオ、その中でも親指がこう交互に動くタイプのアルペジオ、こちらの解説をですね、エルビスのマスターミニ10、このギターを使って詳しくお送りしたいと思います。はい、アルペジオにもいろんな種類があります。前回お送りしたアルペジオは初歩的な簡単なアルペジオなんですけども、それをちょっと複雑にしたような感じが今回のアルペジオです。全体で弾くとこういう感じになります。はい、ちょっと複雑ですよね。このアルペジオのベース音、親指のところから行ってみたいと思います。親指が担当するのはコードのルート音、コン音と日本語でも言うんですけども、そのコードのベース音、一番肝心な音をコードが変わった最初に入れるんです。はい、C のコードのルート音は5弦の3フレットにあります。 C の音、ドレミで言うとドの音ですね。これを C のコードになったら一番最初に弾くんです。はい、例えば G のコードだと、G はドレミファソラシドで言うところのソですね。ソの音は3フレットにあります。はい、で一番最初にこれを入れます。はい、こういう感じですね。で、1拍目がルート音なんですね。で、2拍目に弾くのは4弦です。これは何も考えずに4弦を弾いてください。しっかりとそのコードを押さえとけば、4弦を弾けば必ずそのコードの含まれている音になりますので覚えておいてください。 G のコードだったら6弦弾いて4弦で、また6弦弾いて4弦ということになります。 C のコードだと、C のコードをもちろん押さえますよ。押さえて5弦を弾いて、次4弦。5弦を弾いて4弦。はい。5弦っていうのは先ほどルート音、コーン音があるところですからね。で、D のコードだけ若干変わってるんです。D のコードのコーン音、ルート音は、D ですから、ドレミでいうところのレなんですね。で、レの音っていうのは4弦の解放なんです。はい、2拍目4拍目に弾きたい4弦の解放なんですけども、で弾いたらこれ味気ないじゃないですか。ですのでここは逆にします。4弦解放をまず1拍目に弾いて、次は、Dのコードを押さえてそのままですよ。5弦を弾きます。で3拍目また4弦で5弦というふうに逆に弾きます。はい、Dのコードで6弦の音は弾かなくていいんですよ。6弦はコードの中に含まれてない音です。ちなみにナインスの音なんですけど、これを含まれてないので、実際 Dのコードを弾いてストロークやるときに6弦バッテンになってて、親指で押さえて弾きませんよっていう風になってますよね。ここは弾かないで大丈夫ですからね。で、Dの時はこうですっていう風になります。はい、それではベースだけで G2 小節、C2 小節、D7 が2小節で、次に G というような流れで弾いてみたいと思います。はい、こんな感じになりますね。はい、これをまずは体に叩き込むようにですね、練習していただければいいと思います。こうですね。Dが来たら逆転しますよ。逆になりましたね。はい、これをまず覚えてください。動画の関係上早く弾いてますが、皆さん練習するときはもっとゆっくり、メトロノームに合わせてドンバンパンドンパンドンパンで構わないですからね。で、4弦だけでなく3弦に軽く当たってもこれは良しとされておりますので、カントリーブルースなんかを弾きますと、こうやって4弦だけでなく全体にバッて弾いたりする時もありますので、こうやってコードを出していただいても OK です。
ていう風な感じで4弦だけではなく3弦に軽く触れても OK です。はい、今度は、人差し指もないしは中指も使ってですね、合いの手のように途中にこの1弦2弦3弦の音を入れます。この入れ方もいろんなパターンがありますので、今回やるのは一番最初にとっつきやすい交互に弾く感じ、これでいってみましょう。こういう感じですね。交互に弾いてます。はい、どうやってるかと言いますと、まず親指を弾きます。そうすると人差し指で2弦を弾く、で次親指で4弦を弾くと、今度は人差し指もしくは中指で1弦を弾く、交互に6弦2弦4弦1弦6弦2弦4弦1弦という風な感じで弾いてます。でこれをまとめて練習するのもゆっくりからスタートしてください。まずは G のコードを押さえて6弦2弦4弦1弦っていう風に、はい、それができましたら今度は C ですね。一番最初に弾く音がさっきの G から変わって5弦になってるだけです。はい、で D7 ですね。4弦からスタートして4弦はい、で6弦の G に戻る。こういう風な感じでやっていただきたいと思います。まず親指の位置をはっきりと、把握してこう交互に弾けるようにしてください。それができたらこの1弦2弦を間に入れていただくと、それだけでアルペジオが完成すると思います。ゆっくりしたところからやっていただいて、弾けるようになったらどんどん早く、で無意識化で弾けるようになったら歌も一緒に歌えるようになりますからね。そうなるようにじっくりとやってみてください。それから複雑なやつ、こういうのは合いの手で途中にいろいろと入れてるんですが、今回のパターンができるようになったらいろいろと合いの手をいろんなところに入れていただくというような形で完成すると思いますので、そうなるようにまずはベーシックなところからしっかりとやっていただければと思います。ということで BJ のアコースティックギター講座、今回は以上です。今回使用したギターはこちらです。エルビスのマスターミニ10と言いまして、ミニギター扱いなんですけど、もう BJ はもうこれを普通に家でも弾いてるし、ライブにも持っていて使ってるというギターになってます。特にこのマスターミニ10の、ピックガード、このタイプですね、これ後付けで自分で貼ったんですけども、これがお気に入りで特に一番弾いてるかもですね。はい、ということで BJ のアコースティックギター講座、今回のスポンサーはエルビスでお送りいたしました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。Thank you.